はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、改めまして、こちらピアノメン、はい、ピアノデュオライブということでですね、はい、もう、実は2月、うん、先月にもこの2人で演奏させていただいたんですけども、はい、またこうして共演させていただくことになりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。素晴らしいですね、ピアノ、エレクトリックピアノの、はい、橘圭介さん、エレクトリックピアノのはい、はい、ということで、ね、今日今3月21日ですけども、はい、ちょうど本当に1ヶ月前に、ね、うん、こういう形で演奏させてもらったんですよ、はい、で、あの続編って2回目なんですけども、うんうん、その時にですね、なんかちょっと謎を残して終わったんですよ謎を謎と言わないし、はい、見る人が見ればは謎何あれっていう感じで終わったんですよ皆さん分かりましたかね分かった人すごいと思うんですよね。いや本当に分かった方すごいと思いますね、はい、すごいですよねえ、よう見とるなと思いますよ、分かった方はねえ、ありがたいですよ、分かっそれ本当ね、あって言ってくれた人はありがとう、皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何だと思いますか、はい、皆さんに今日正解を発表しましょう、はい、実はですね、はい、この今私が弾いてたこのね、はい、エレクトリックピアノがあるんですけれども、はいはいはい、これをね、はい、使わずに終わったっていう思います皆さん、あるのに飾りみたいなね本当に、はい、いつ使うんやろうと思った方はね、いつ使うんやろうって感じだったと思うんですけど、そうそう、サンタ言うてましたやんってねいや本当最初に言っとったやろうみたいな感じではい、ということでそうなんですよ、その謎を、はい、まあ払拭すべき、はい、すべく、はい、いきなり AB2 人2つで、はい、やりました。はい、はい、今日使うんかいみたいな。いや、こう今回はね、この前だってこれ私がね、はい、自ら持って行ったんですけど、はい、使わず、あ、使ってないやんみたいな感じで、もう結局なんか無駄に持ってきて持って帰った人みたいな感じになっちゃったんで。あ、その説はすいませんでした。いえいえ、その説はなんかついね、ついここにグランドピアノがあるので、なんかこっち側に来ちゃうと、そう、ついねこのグランドピアノを弾いちゃうんですよ。そうなんです、ピアニストの差がと言いましょうかそうですね、やっぱアコースティックがあるとどうしてもそっちにこう ね行っちゃうっていうのが、僕らそうなんですよ、似てるんですよ、似てるんです ね2人そうだったからね気づかなかったんですよ、目の前にそんな目の前にあるのにね、はい、ということで、皆さん、いきなりこうちょっとエレクピの音でですね、はい、楽しんでいただきました、先月もやりましたロバート・グラスパーさんの、もうね、コンテンポラリージャズの最高峰ですね、はい、うん、彼も、やったんですけど、彼の作った、まあ、Rise and Shine という曲でした、とても難しい曲ですよね、はいはい、いいですね。でもなんかこう本来はね、エレクトリックピアノで弾くような感じの曲ではないので、ではないですね。そうですね、なんかちゃんとね、アコースティックで弾かれてる、うん、まあ、CD とかね、うん、入ってるので、そう、まあ、ちょっと新鮮な感じ、新鮮でしたね、なんかいいなと思いましたね、はい、いいなと思いましたね、これはこれで、うん、ということですはい、なんで今日はね、はい、もうこれふんだんに使っていこうと思います。そう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 、はい、今日はそうそう、はい、大活躍だと思いますので、まあ、もちろんでもこれも使いますから、はい、はい、今日はね、そうそう、全部使います、二刀流でございます、ということで、ね、一曲ちょっと結構もう小難しいジャズから始まったんですけど、はい、もう一曲ちょっと小難しいかもしれないですけど、今8時過ぎぐらいですか、8時から始めてるので、はい、ぐらいだと思いますけれども、あれです、ちょっとこうジャズのなんかピアノ2台で僕がやってみたかったことベスト3の中に入っていることがあるんですけど、はい、やっぱりピアニスト、僕ジャズでいうとハービー・ハンコックさん大好きなんですよ。あ、いいですよね。そうなんです。で、彼が、まあ、いろんなピアニストと一緒にやるとことがあるんですよ、デュオで、はい、見事にこうインプロビゼーション、即興ですね、うん、
なんかその場でこう生まれる音楽っていうのを楽しまれてて、はい、すげえスマイルだし、うん、なんかそういうの憧れててですね、うん、ベスト3の中に入ってこうその場で何も曲を決めずにこう始めてみようという、はい、チャレンジングな、はい、そういうのやってみたくて今日は田島君にぜひということですね、はい、お願いをいたしました。なのでどんな曲になるのかも誰もわからないということです、はい、全然もうわかんないですね。もうここについてみないとわかんないですよね。そうなんですよ、とこにね、どんなことになるでしょうか。また終わった後に皆さんに、はい、はい、ね、話をしながら振り返ってみたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、thank you.
はい、不思議ですね、いやですからね、画面の皆さんの、画面の前の皆さんに何が伝えたいかというとですね、汗の量ですよ。即興って言っても、はい、本当に何も決めないでやる即興って、うん、すごい神経使うんですよね、うん、本当ですよね。なんかお互いの持ってるものをなんかこう見せたり引っ込めたりしながら、はい、終わりがだってないわけですからね、決めてないから。そうそうなんですよ、これぐらいの時間かなって終わっこれぐらいの時間かなって本当そうなんですよね。そうそうそう、何分経ったかなみたいな感じで。そう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 なんですよ。あ、世界的に皆さん、素晴らしいミュージシャンもの方も即興って、はい、キース・ジャレットさんとかね、はい、いらっしゃいますけど、あの方もインプロビゼーションって収録してるのも、うん、まあそれこそソロですけれども、はい、ですけども何十分とかね、うん、収録されてますよ。そうですね、長いですよね。そう、終われないんでしょうね、多分。終われないでしょうね。こんなこと言っちゃい、はい、終われないんだと思います。だっていろいろ出てくるから、アイデアが、うんうんうん、なんか弾いてたら出てきますからね。ついなんかもうどうしてもこう、まあなんか言葉でね喋る感覚というか、こうやって会話するのも、うん、こう区切りがないとやっぱりこう会話って終わらないじゃないですか。そうですね。もうなんか永遠にこうなんかもう喋り続けてるマシンガントークの二人みたいな感じ。そうですね。そうそう、雑談、ただのこう、はい、何も目的がない雑談みたいな。うん、でもそろそろ終わろうかって夜も更けてきたしみたいな感じですよね。そんな感じなんですね、本当に。そういうのが画面の向こうの皆さんに伝わってれば、はい、あ、そうやなんかそんな感じでやるんかみたいなのがね、少しでもちょっと伝わっていれば、うん、よかったんじゃないかなと、うん、はい、思います、はい、伝わってなければすいません。なんかベッチさんはね、はい、これをね、このね、ライブをねやる前に、うん、ここにね、もしかしたら来るかもしれないって、うんね、うん、ここ僕がねここ弾いてる時に、うん、隣に来るかもみたいな感じだから、うん、すっげえ期待して、うんうんうん、もう一回ねここからここ戻ろうかなと思ったんですけど、うんうん、なんかノリがついとる。ここになんか来なかった来なかったなーそうそうそうと思って、あんだけ言ってたのにね。始まる前にそれだけ言ってたんですよ。そうそう、何も決めてないけど、もしこういう機会がないから連弾がいいなって思って、うん、言ってもいいですかって、うんうんうん、いいですよって言っての会話を完全に無視してるっていうね。そうした。だからあ、来るかな来るかな来るかな、はい、もう一回戻ろうかなと思ったらもう終わってました。そう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 、腰が重いんだ。そうそうそう、そういうことです。そういうのも、はい、ね、見ている方には、うん、それは聞いてる時は伝わらないですけどね、後で、うんうん、あ、そういうことかっつって、そういうことかって思ってもらえたらすごい面白いんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、では続いての曲は3曲目、ちょっと今度は落ち着いた感じでやり、落ち着いたというか、はい、ね、ちょっと安心する感じでやりましょうか。安心する感じで、はい、ジャズのスタンダードナンバーで、はい、あなた以外にはいないわっていう、There will never be another you という曲をお聴きください。
There will never be another you でした。ちょっと落ち着く感じでね、はい、はい、やりましたけれども、うん、早いもので、はい、次の曲で最後の曲になります。そうですね、はい、今、はい、ね、春、もう春ですけれどもですね、はい、春ですけど暦ぐらい、暦で言うとね、そうですね、ちょっと春ですけど、まあ今年ももう3ヶ月が過ぎて、はい、はい、早い、まあこうやって新しい形でこうライブを、うん、はい、していけるようになって、でも本当に環境にも感謝してしつつですね、はい、やっぱりこう願わくば、うん、お客さんと一緒に ね、 そうですね、まあどういった形になるかわからないですけれども、うん、触れ合いながら、こう触れ合いって言ったらワードはちょっとあれですけど、目にこう、はい、オンラインであってもこう、はいはいはい、コミュニケーションしながらですね、うん、楽しめるようになればいいなとつくづく思っています、うん、はい、まあいろんなライブをされてると思うんですけど、はいはいはい、また福山でされることもあると思うので、そうですね、はいはい、基本岡山ですか？そんなことはないです。そうですね、まあ結構いろいろ、いろんなところでってのもあるんですけど、いろいろある、はい、最近は、そうですね、最近はこうやってベチさんともですけれども、なんか福山の方にもいろいろね、お呼びいただいて、はい、機会を、はい、いろいろ与えていただいてるので、素晴らしいピアニストですし、作曲もされるんですけど、はい、ジャズではないと伺ってますけど、そうですね、はい、作曲するときは、うんうん、まあ、ちょっと諸事情でいろんなの、なんかバックの曲だったりとかちょっと、うんうんうん、はい、作曲はさせていただくんですけども、そういう能力というか、まあ、才能にも秀でられとってですね、もうこれから席巻していくだろうと思いますので置いてかれないように僕も頑張ろうかなと思います。一緒に頑張りましょう。同じ楽器なんでなかなかね、そういう機会、こういう機会もないんですけど、またどっかでお会いできるように、はい、はい、ということで、素晴らしいピアニストです。もう一度、ピアノ立花圭介、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、福山のベッチ、ベッチさんです、はい、ありがとうございました。最後の曲になります。ね、これで終わりましょうね、やっぱり。そうですね、はい、もうやっぱりこれが一番楽しんで終わりましょう、はい、皆さんも、ではもうドスタンダード、超スタンダードです、うん、スペインで、はい、お別れしたいと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ケイスケオンピアノ、ベチさんオンピアノです、ありがとうございました。ありがとうございました。